目の前がトマンコ、トゥーメンジャンです。そして目の前が北朝鮮です。あの山は北朝鮮の山です。トモンにて東寧重砲兵連隊の自爆、この自爆に参加して生き延びた兵士の手記、新秘めたる戦記第2巻伊藤圭一長より谷総長の手記その1。8月17日朝から不気味なくらい震撼としている。嵐の前の静けさのようだと思っていると、どこからか停戦になったという噂がささやかれ出した。確固たる出世はつかめない。正午頃になって近くの朝鮮軍司令部から大勢の将校が出てきたので、おかしいと思っていると司令部の国旗掲揚塔に白旗が掲げられた。連隊でも幹部会議が終わると午後1時連隊全員集合の命令が出された。全員が集合すると軍人直輸の報読式が行われ、渡辺連隊長の訓示が行われた。皇国は戦いに敗れた。我々は故国に帰れない。砲兵は砲兵らしく砲兵装填にのっとり、今夕6時全員家宝と運命を共にするとの要旨であった。戦争に負けたという実感はあまりない。戦っていないから当然だろうが、体の力が一時に抜けたようで涙が全然出なかったのは不思議である。解散後本部要員は直ちに秘密書類の焼却を始めた。午後2時半頃からそれぞれの部署で決別の宴を張る。物資は豊富だったので大いに飲みかつ食した。満腹と酔いのため学校の屋内運動場で昼寝をした。立つ鳥跡を濁さずのことわざ通り、寝具その他のものをきちんと整頓し、醜い死に方をしたくないのでガーゼ一旦を腹に巻き、母の写真を焼いてしまった。自爆地は南洋トマン港のほとりの畑の中である。午後6時までに兵器貸し官たちが自爆準備をすることになっていた。集合前に連隊長と副官にお礼の挨拶に伺った。そして両者から今までのロークに対してねぎらいの言葉をいただき、本当に嬉しかった。連隊長は家宝と運命を共にしたいと陣地に向かわれ、副官も連隊長に従って行かれた。予定より少し遅れたが午後6時過ぎ本部前に集合。布目中尉の指揮で点呼を取る。総員108名である。監督への時貸しされたタバコを回し飲みする。初めて恩師のタバコを見る者もいて大いに感激し、中には涙を流していた者もいたが、感激の涙か自爆前の涙かそれは分からなかった。しかしこれが10分後に自爆する者たちの集団とはどうしても考えられない。恩師のタバコを吸い終わると誰言うことなく、さあ行こうと、まるで花見にでも行くような雰囲気で自爆地に向かった。本部から約500メートルある自爆準備したトラックにそれぞれが分乗し、やがて夕闇が迫り空には星が輝くようになった。陣地の方から万歳の声が響き、ものすごい爆発音が天地を震わした。部隊長たちの最後を見届けた。さあ俺たちもと、その時誰かが海ゆかばを歌い始め、三唱し終わると私は直ちに小林平義軍曹を点火者に命じ、二人で点火地点に走る。点火用意、点火、軍人として最後の号令をかけ、さあこれで五国の鬼となって靖国神社に集合だ。導火線は白煙を出して燃えていった。二人はトラックに走り、私の車には名取総長、本田軍曹、守屋伍長の順に並び、抜刀して腕を組み、祖国の弥栄を祈りつつ最後の君替えを斉唱しながら爆発を待つ。10分間は随分長いような気がした。突然轟音とともに目の前が真っ赤になったと思ったら、体がキュッと締め付けられて、頭が、いや耳かもしれない、ジーンとなって
天高く昇るような気がしたが、それっきり何もわからなくなってしまった。